よっしゃー、エル公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。せーの、おめでとうございます。アイナイです。アイナイの西洋人です。池崎理人です。田島翔吾です。はい、僕たちはなんと今、わかりますか、皆さんね、ミラノに来てます。すごいですよ。ここはミラノです。はい、今ね、ミラノではなんとファッションウィークを開催中なんですけども、で僕たち INI がエンポリオアルマーニさんのショーにご招待していただいたんです。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、でね、ショーはね明日なんですけども、今日は3 Best Things to Do in Milano という、僕たちがミラノでしてみたいなと思っていることをエルさんが3つ叶えてくれるということで、そういう嬉しい企画をやらせていただきます。ありがとうございます、エルさん。ありがとうございます。でもとりあえず言えるのは、本当にもう街も人もみんなおしゃれですね。マジでそう、本当におしゃれな印象だね。本当にファッションショーに初めて僕たち参加するので、それもしっかりと芸術の本場というか、そうだね、芸術に触れて、はい、今日の僕たちが着ている服も、はい、あのエンポリオアルマーニさんの服なんですけど、ね、これ、自分らでコーディネートしてみたんですよね。僕結構意外とすごいシックなモードなイメージがすごい、ね、フォーマルなイメージというか、でもなんかそれを逆を行くようなカジュアルに行けるんだ。そう、カジュアルにも行けてカラフルにも行けて、すごい僕は、そしてここの今僕たちがいる場所がですね、コロンネディサンロレンツォという場所なんですけど、はい、これ古代ローマ時代から残ってる遺跡らしいんです。すごいよ、すごいよ。今実はこのカメラの真後ろに線路があるんですけど、はい、ここにねトラムというあの電車が走ってるみたいな、はいはいはい、そこもなんかすごい近代と古代の混ざり合い、コントラスト、面白いですよね。面白い、素敵な場所すぎる、素晴らしい観光スポットに皆さん見てください。めちゃめちゃ上も高いです。確かにね、本当だ、細かく彫刻してあるよ、すごいな。ここがあの、はい、ナビリオ地区って言って、はい、僕があのウィッシュリストに書いたんですよ。ナビリオ運河っていうところがあって、川ね、それぞれになんかショッピングとか買い物とか食べ物もめっちゃあるらしくてはい、でジェラート食べたいなと思って。もうそろそろですか。もうそろ、これじゃない。そこに見えるのがザ・ジェラートの看板が来ましたよ。出る看板がある。ジェラート、かわいらしいお店。よし、行きましょう。行っちゃえ。決めた？Looks great。 俺じゃあピスタチオにしよっかな。いいじゃん。いいね。あー、 Extra dark chocolate and strawberry。 あー、 This corn。 OK、 チャルダ。 Thank you。 Clap。 全部食べたいねえ全部食べたい、全部食べたいね。魅力的すぎる。匂いはしません。おーおー、ピスタチオ。 And これ何？チョコ。チョコか。 Choose me。 これもっと濃い。濃いです。 Yeah, choose, choose, please choose。 ピスタチオに合うの選んで待ってる。ラチベラオコ。チャオ。デデン。チャオ。チャオ。買いました。買いました。早く食べたいね。早く食べたい。これは念願の、これが僕がストロベリーとエクストラダークチョコレートです。めちゃめちゃ濃いチョコレート。僕はシンプルチョコレートに、ブラックチェリーも。うまそう。僕はピスタチオに。なんかこれはね、なんかチョコレートが入ったなんかすごいクラシカルなやつ、なんか店員さんに選んでもらいました。いいですね。いいね。ミラノ食べ歩き、うまっ、うまっ、うますぎ、濃厚。うん、なんかさ、ちょっとそのねっとり感がいいね。てかなんかさ、日本で食べるのジェラートとさ食感違くない？うん、すごい柔らかい。チョコ濃い。食べてみ。めちゃくちゃうまい。行きましょう。ちょっと食べながら。チョコうまっ。チョコバリうまい。あ、やば。やばいね。ブラックチェリーめっちゃうまい。うわ、ピスタチオもうまっ。全部うまい。ブラックチェリー食べて。食べたい。相当濃厚。垂れそうなやつを。
うおうわ、めっちゃチェリーだ。え、めっちゃうまこれやばいよね。え、うまい。結構俺一番好きかもでもこれでウィッシュリスト1個叶えられたの。そうだね。ねえ、めっちゃ嬉しいわ。デラート食えましたね。俺の食べたいって思う人いないピスタチオ食べていい？いいよいいよ、はい。こっからはちょっとあれナビエリオ運河が見えてきた。本当に川がもうジェラートに夢中になってたらねえ。そう、やばい、めっちゃ綺麗。でもみんななんかすごい余裕だね。ね、いる人は。何曜日だ、何曜日。なんか優雅に過ごしてるね。かもね。あ、ここ来ました。うん、え、レコード屋さん。レコード屋さん、おー、すげえ。のやっと隣の、まあ、隣ヴィンテージショップ。おー、古着屋さんですかね。やった、すごい。ヴィンテージショップ入ってみよっか。レッツゴー、レッツゴー。こんにちは。こんにちは。あるな。おー、イタリア、かわいい。かわいい、落書きまでおしゃれだな。というわけで、はい、僕のウィッシュリストの一つの、はいはいはい、アートに触れたいというのがあって、うん、それをあの叶える場所に連れてきてもらいました。すごい、ここは神聖な、ね、ここは、あ、絵を飾ってますね。おー、すごいすごいすごい、すげー。うわ、超いいじゃん。俺求めてた、マジでこういうの。うわ、すげえ。すげえ。声も響き、響いちゃうわ。超おしゃれ。綺麗。めっちゃ綺麗だね。ね。ナビリオ運河ね。うわ、ビートルズ。ビートルズが来てるんだ。こんにちは。チャオ。チャオ。すごい。うわ、俺らがいたところや。本当だ。いたところで、サックスすぐそこや。本当だね。いつ描いた絵なんだろう。結構昔からなのかな。すげえ。欲しくなっちゃうね。なんかこういう手紙サイズぐらいのやつあってほしいね。ポスターカード売ってるんじゃない？うん、チャオ。いっぱいあるじゃん。すごい、チャオ。アートを売ってるお店ですね。ボンジョルノ。うわ、すげえ、かわいいですね。お店の方が描いてるのかな。お店の方が。確かに、うん、あ、気になっちゃう、聞きたくなっちゃう。These painting, who you? Oh, you, oh my, watercolor. Oh, nice. Oh, original paint. Wow, nice, very nice. Beautiful, beautiful. すげえ。ポストカードあった？ある。あ、本当だ。なんか欲しいな、自分に。ね。なんか選んでみる、一人ずつ。どれがお気に入りか、一人一人。一人一個、じゃあ買ってみる。ね。はい。選びました。自分たちのお気に入りです。素晴らしい。ちょっと大事に持って帰ります、これ。アルマーニカフェに来ました。はい、はね、いっぱい回りましたね。ね、短い時間だったけど、すごい雰囲気がある、ね。うん、いい場所だ。乾杯したいね。よし、よっしゃ、乾杯。乾杯。サルーテ、サルーテ、サルーテ。一体何の味がするんだろう。うわ、美味しい。オレンジ。あ、hello. Hello. Hello. Nice to meet you. We're INI, a Japanese group. INI. My name is Nani. 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 Cool. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, very cool. Nice to meet you. See you tomorrow. Yes. I lived in Thailand for 5 years.When I was a child, yes, so I really love Thailand. I really love Japan too. Thank you. You're alright. Yeah. Hi. Hi. Nice to meet you. Thank you.
ということで、はい、今から、うん、はい、僕たちの What's in my bag、はい、やっていきたいと思います。やっていきましょう、はいはい、まずカバンちょっと出しますか。ここに上にそれぞれの、はいはい、せーの、ドーン、大きい、大きいね、アルマーニさん、はい、エンポリオアルマーニさんのこちらもね、バッグ、いただいたもので、はいはい、めちゃくちゃかっこいいです。気に入ってます。うん、我ながら、ね、何かって言われるぐらいいつも重いんだよ。そっから開けるんだ。そうなんだ。開けるところがここもあってここもあるっていう。ここだとなんか取り出しやすい、うん、なるほど。いつも俺はこっち使ってるんですけど、はいはい、ちょっとね、いっぱいあるね。でも、まあ、いつもあるのが結構、これ結構不思議というかあんま見ないんじゃないかな。でも俺はいつも持ってるんですけど、ね、これがめちゃめちゃ便利で、プロテインと薬をこうやって入れられるものなんですけど、うんうん、これがこのノズルがあることによってペットボトルにこうやって入れられるんですよ。だからどこでも手軽になんか飲めるっていう、うん、飲みやすさでこれを選んでます。めちゃめちゃいいんですよね。水さえあればね。そう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 、見てて便利そうだなって思ってた。マジで便利。これ見つけて人生変わりました。次ははい、次は次は、まあ、歯ブラシ。これはまあいつも本当に、はいはいはい、これはまあね、何でもいいか何でもいいですね。はい、あ、これもまあ、ね、でもまあ中身は見せないけど手帳です。手帳、僕がマジで日記とか、うん、全部書いてるやつですね。写真とか入ってる中に、雄大とペンファン、はい、韓国で撮った写真とか入ってます、ね、はい、あとはね、まあ、これあとこれね、このバッグなんかこういうポーチもついてて、めっちゃいいね。しかもこう紐がついてるの、だから取り出しやすいんだよね。そうだ、なくさないし。僕もそれついてるんだよね。へえ、めっちゃいいじゃん。いいよね。ここの中は結構なんか、あ、これ入ってるわ。アンドビーさん の, あのコンシーラー的な、はいはいはい、パパッとね、ちょっとあのあれなんですよね、ニキビとかちょっとできちゃった、クマとかできちゃったら普通にペプってやったらすぐ消せる、うん、手軽ですね。そうそうそう、とかあとまあリップとか、あとここら辺はとかですね、リップとか消毒とかが入ってて、あとじゃあ最後、お、このサングラス、懐かしくない？おお、最初の韓国、俺らが、これリヒトとあの違うね、ヒロトが名前忘れたでしょ、俺あのプレゼント、誕生日プレゼントでくれたサングラスなんですけど、今でも大切に持ってます。あんま1回ぐらいしかつけてるとこ見たことない。いや、全然つけてつけてる。似合うよ、やっぱつけてつけていいね、マジで、ありがとう。いい、最高です。最高です。こんな感じです、僕は。はい、いいね。じゃあ続いて、続いていきましょう、はい、僕ですね。リヒト行こう。紹介させていただきます。あの、本当に僕もっちゃ、もっちゃ、もっちゃあんまりこだわりがなくてですね、うん、まあ強いて言うならということで、まあ何点か、こちらヘッドホンですね。こちらは必須ですね。よく音楽も聞くし、いつもつけてるね、うん、緑をあんま見ないので大急ぎで買いに行きました。この色めっちゃ可愛いよね。いいですね。そして2つ目は、まあ、ポーチですね。これも可愛い、ポケモンの、ポケモンさんからいただきましたポーチで、まあ、コンタクトだったり、コンタクトだったり、まあ、ビタミン剤とか、そう、いろいろ歯ブラシとかも、こういうね、なんかまとめたポーチなんですね。そうそうそう、私生活に必要なもののポーチ。いいで、ね、で、あれ、ちょっと俺持ってきたと思った、あ、持ってきた、あった、何度ありました。まあ、これもあのアルマニさんのポーチなんですけども、我らが任天堂スイッチでございます。はい、ベーシックなカラーで。そうですね、僕はベーシックな白と黒のやつ、めっちゃあれ欲しいんですけど。これ持ってるよ。めっちゃ羨ましい使ってないけど、めっちゃ羨ましい。で、最近ハマってるソフトも、まあ、夏モンというソフト。出た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 、まあ、こちらはそうですね、なんか夏休みを楽しむソフトで、はい、僕は大体こんな感じでございます
あの本当にシンプルな、ね、飛行機ずっと飛行機の中でやってたやつだ。そうそうそう、30分間ぐらい俺 の, ここでもしっかり画面を見てたっていう。ここでもしっかり夏を楽しんでる。そうです、やっぱ日本を忘れないようにという。素晴らしい。以上です、ね、ラストはヒロト君ですね。ポーチ使ってます。これアンドビーさんのおーポーチ使いそう。この中はもう無限のコードの山。あー本当だ、本当だ、もうまとめてんだ。ありとあらゆる、最近このご時世の C タイプだの、サンダーボルトだの、あるからね、いろいろあるじゃん、 USB、うん、A タイプ、B タイプ、もう本当にそれがもう全部入ってます。すごい、全部入ってて必須だな。あんまりだな。そう、充電器とあとあんまりこういう、これはなんか変換プラグとかですね、はいはいはい、僕結構機械系が多いかもな。あ、なるほど。そうだ、あのパソコン、パソコン必須です、はい、新しい。これ最近、そう最近買い替えて、だからシールとか全然貼ってないんですけど、いつも僕めっちゃシール貼っちゃうんですけど、うん、たまにはこう何もしない状態が逆にもうかっこいいかみたいな。綺麗に、もう買いました。いいですね。いいね。で、あと待ち時間にね、うん、だからこういうのをやるんですよ。おー、はい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 、あのビート作りとかやったりするんで、はい、待ち時間でこれをこうつないで、ガチでいつも持ってきてるよね、結構ね、よう見る、結構ガチでこうつないで。あ、そんな複雑なことしてる。そうそう、これがなきゃこれつなげないので、これをこうつないだりしてやってるんですけど、でそのためにもいろんなコードが必要だったりして。すごっ。あとはこれは USB、ここに曲とか作ったやつを、そう入ってるんだ、あのとか最新の曲とか入れたりして、で DJ の練習とかもしたりして。そう、なんか 出先だとさ、はいはいはい、DJ の機材とかないから練習できないから、何ができるってなったらとりあえず曲インポートするしかないな。ストラップとか CP カンパニー、そうかっこいいですね。あとは色違いのヘッドホン、ヘッドホンが先ですからね。とあとはイヤホン、うん、アップル攻め、あとはイヤホン。あ最近俺全部、俺3種類全部持ち歩いてるんですよ。ヘッドホン、エアポッツ、有線の、うんうん、最近有線使ってるよね。そうそうそう、だからまあ充電がなくなった時は絶対もうこれ何でもカバーできるし、確かに、あとはこっちだとBluetooth だから結構ラグがあっちゃったりするから、これ使えない。こっちで使うときとかはこれ使ってます、はい、なるほどね。でもなんかパッて撮りたいなとか、メイクしてるときとかはさ、ヘッドホンつけるんでしょ。そうだな。でもすぐ行きたいときとかはもうこっち使って、うん、あ、使い分けしてるんだ。すげえこだわりですね、これは。くらいかな、面白いのはもう本当にないかな。あとはサングラスをとりあえずひたすら持ち歩いてます。お、なんか3つぐらい気分に。3つも持ち歩いてるんだ。ほんと今4つぐらいなんですけど。すげえ。あの、あれ前ですか。もう本当に、はい、いいですねって感じですかね。すごいよです。あとはこのね、あ、キーホルダーもついてる。そうそうそう、この持ってる、歩いてる時にこう車輪車輪っていうのがね、なんかちょっといいですよ。かわいい。でもめっちゃこれめっちゃ好きです。はい、はい、素晴らしい。以上3人の、INI、 はい、 What's in my bag でした。 Thank you、 Thank you。 今日はね、うん、まあ、短時間でしたけど、うん、一気にこうミラノをね、満喫できた1日になりましたね。マジでそうですね。ファッションウィーク期間中っていうのもあって、すごい街が人も多かったし、ね、確かに活気で溢れてましたね、うんうん、それをなんか感じれてめちゃめちゃ楽しかった、うん、だしこれでね、もっとなんか明日のショーがどんな風になるのかな、緊張とワクワクといっぱいありますね。もう、はい、緊張してきた俺、ね、やばい。どんなになるんだろう、日本にないから。こんなさ、このショー前に、うん、ミラノとはこういう場所です感を思い知らされてさ、ね、だって街歩いてる人みんなファッションショーしてるみたいな感じだった。かっこいい人めっちゃいいな、素晴らしい。いやでも楽しみということで、じゃあ、はい、明日のショー楽しみましょう。楽しみましょう、はい、以上あゆみでした。バイバイ。